スマッシュブラザーズがいよいよ Wii に登場。大乱闘スマッシュブラザーズ X。 プレイヤーの目的は対戦相手を画面外まで吹っ飛ばすこと。十字ボタンで移動、ボタンを押して攻撃、相手のダメージがたまったら十字ボタンと攻撃ボタン同時押しのスマッシュ攻撃で吹っ飛ばす。ダメージが大きいほど遠くに吹っ飛ばすことができ、最後は画面外に吹っ飛ばしてポイント獲得。制限時間2分間で相手を画面外に吹っ飛ばした回数を競います。選べるファイターは25種類以上。任天堂を代表するキャラクターたちに加えて、コナミからスネーク、セガからソニックがゲスト参戦。変化と仕掛けに富んだステージの数々を舞台に繰り広げる大乱闘は最大4人まで対戦可能。バトルの途中で出現するユニークで多彩なアイテムも一新。モンスターボールから登場するさまざまなポケモンたち、新アイテムのアシストフィギュアはカプセルを拾って呼び出したプレイヤーを援護してくれるお助けキャラクター。スマッシュボールを手に入れたファイターだけが使える一撃必殺の奥義、最後の切り札で戦いはますますヒートアップ。さらに本作は任天堂 Wi-Fi コネクションに対応。自宅にいながら離れた友達や見知らぬライバルとの4人同時対戦が楽しめます。の使者は登場キャラクターたちの共演によるスマブラオリジナルのストーリーが楽しめるアドベンチャーモード。正体不明の侵略者悪空軍と戦うためキャラクターたちが力を合わせて立ち向かいます。また2人同時プレイで協力しながら冒険を進めることもできます。競技場はステージ内に散らばる10個のターゲットを全て破壊するまでの時間を競うゲームや、自分が吹っ飛ばされるまでに倒した敵の数を競うゲーム、サンドバッグを吹っ飛ばした飛距離を競うゲームなど、各競技の記録の更新を楽しむモードです。2人で協力して記録に挑戦することもできます。ゲーム中さまざまな方法で集めることができるフィギュア。手に入れたフィギュアは解説を読んだりじっくり鑑賞することができます。フィギュアの他にもシールや BGM などコレクション要素が満載。またゲーム中に写真や動画を撮影したり、オリジナルステージを自分で作ることができます。これらのデータは Wi-Fi コネクションを通じて友達にあげたり友達からもらったりすることが可能です。
でもありの対戦アクション、大乱闘スマッシュブラザーズ X。